お疲れ様です。舞姫大学特別講義でございます。今回の講義はね、ナミさんにちょっとね、お届けしたい講義でございます。まあ講義というかね、ご質問という形になるかもしれません。あの、というのがね、医者の不養生っていう言葉があるじゃないですか。うん。まああの、お医者さんっていうのは患者さんの体のメンテナンスやアドバイスをするのがお仕事ということでね、健康状態を取り戻してもらうために、様々な施術や治療やアドバイスをすると思うんですよね。 まあその中できっと、適度な水分補給をして、規則正しい暮らしを送って、適度な運動と、それからしっかりとした睡眠、ストレスを抱えないことっていうのは、まあ、どんな方にも言えることだと思うんですよ。いや、でも逆にですね、じゃあ、それ、ドクター、あなたはできてますか看護師さん、あなたはできてますかっていうふうに聞かれたときに、やっぱり医者の不養状いう言葉が出るのかなと思うんですよ。え、そこでね、ナミさんもお、整体をしながら、 いわゆるお客様の健康状態の悩みを解決することをお仕事にされてると思うんですよ。まあ、その中でナミさん自身がね体調を壊すこととかやっぱり何がしかしらの健康状態を存じるってことあると思うんですよ。やっぱそういう場合どのように、えー、健康状態をね回復するためになんかこうアクションがあるのかなっていうところなんですよ。まあ、つまり、 あの来院されるお客様に対しての誠実これは誰かにしてあげることですけども自分自身に対して健康状態を回復するためにすることっていうのはなんかこういい方法があるのかなっていうことなんですよね、まあ、これね本当にねよく私思いつくことなんですけども私の場合は主にビジネスとか恋愛相談をしてるんですよねでビジネスに関しましてはあのこれをやったらいいよっていうアドバイスっていうのは実際自分自身にやってみたら効果があるんですよねで多くの方の コンサルをしてくる中で大半の人が解決できるからまた次の方にも同じようなね解決の可能性の高いものから順番にお勧めするっていう形になります。それによってお金の問題解決をね皆さんしていただくんですけども、うん、まあ恋愛に関してもそうですよね恋愛っていうのは私はね恋愛経験がどっちかっついうと多い方だと思うんですよ。まあ、特にあのそのために生きてるようなもんでしたからね。 あのもう大学をなんで進学するかって言ったら合コンに行きたいからみたいなね。とにかくモテたくてしょうがないみたいなところがもう全面に出てるよね。まあいわゆる <laughs>、なんか肉食男子って最近では言うんですかね。もうとにかくね、出会いとね、もうデートとね、まあそれから、まあ連れ込みじゃないですけどもね。<laughs> あの、いろんな女性と知り合う中で、あの、自分と一緒に、あの、いてくれる方はどんな方なのかな、どんな人なのかなってことを探し求めているところがあって、 まあだからこそ自分自身でもたくさんの、ね、経験をしましたしそしてアドバイスに垂れうるなねあのいろんな知識も吸収してきたかなっていうところもあります。もちろんマニュアル的な知識もありますけどもそうじゃないリアルな、ね、体験もあったわけですけどもそれをもとに今ねあの40代や50代の方中心に 恋愛の相談をしてさせていただくこともあったんですけどもやっぱり恋愛相談をしていくと解決にね結びつくことが多いわけですよどういうことが解決になるかというと例えば高値の花をね狙うためにはどうすればいいかってことも、うん、やっぱりこう多少なりともうまくいく可能性を探っていきますしそうではなくて、えー、自分に妥当な相手をね探すためにはどこを こう我慢していくのかどこを受け入れていくのかっていうところの気持ちの切り替え方ですかこういったモチベーションをコントロールすることによって、えー、まあ理想的な恋愛ではないんだけどもでもまあこれだったら十分やっていけるなっていう風なね、えー、恋愛のお形を探っていくってこともさせていただきましたさあその中で、ね、健康状態なんですけどもまあ私は健康状態に関しましては自分の健康状態をね回復するための基礎的な 体力ってものもずっと温存していたりとかトレーニングしていたりってこともありますしそれから健康状態を壊した時にどういうふうに回復するかっていうことも自分自身でも持ってるわけなんですよね。でさらに言うと健康状態が壊れそうだなっていうのがかなり前の前の前ぐらいに気づくんで早め早めに早めに対処できるんですよ。まあ、つまりあの発芽して大きな花になる前にもうねこの双葉が出る時ぐらいにもうやばいと思うわけなんですよね。えー、そういうふういにあのかなり 転ばの先の杖の先の杖っていうのがねありますんで基本的に何かねダメージを大きく顕在化した時に対処するってことがなくってうんなんかそのダメージを受ける予感がする時にも対処するんで小さいうちにことが終わるんですよねまあその中であのー、今回ねい色ろ々いろダラダラと申し上げましたけども再度なんですけどもナミさんは自分の健康状態かなりあのー、丁寧に上手にされてると思うんですけどもなんかコツがあるのかなと思いましてね うんまあ、もしくはちょっと風邪ひいちゃったよとかねあの腰痛めちゃったよって時に、えー、何かね自分自身に対して誠実はできないかもしれませんけども、まあ、何かねあの健康について自己管理でコツなんてものがあったらねあの教えていただきたいかなと思いますんでそのうちまた教えてくださいということでございましたそれじゃあ今回は以上ですお疲れ様でした